剣翼。では圧倒的にフランス優勢です。しかし試合はどうなるかは分かりません。明日の決勝に進み西ドイツと対戦するのは果たしてどちらか。フランス対全日本準決勝第2試合は間もなく。ピエール、とうとう決着をつける時が来たね。今日は前みたいにはいかないよ。ミサキ、今度こそ俺が勝つ。さあいよいよ試合開始です。フランスのキックオフ、試合開始です。よし、ナポレオン君。よし、翼君。よし、ボールを奪った。ドリブルの試合、まずはドリブルだ。抜く、ポイントを奪われたドリブル。翼くん、鮮やかなステップでフランストリコロール軍団をごぼう抜きにしていきます。なに、ドリブルは相手の2手、3手先を読み、誰でも次の動きを予想して止めに来る。それを上回るには、その先の動きを読み取ることだ。そして、それをこなすには体のバランスを常に保つことだ。確かにボールコントロールがなくてはできない。それはロベルトの教えだ。トップスピードで振り切る。エルスとピエール、負けるわけにはいかない。
にはフランス全国民の期待がかかっているんだ。抜くか翼くん、阻止かピエールくん、正面から両者激しく激突。こいつ、あと翼くんの方が一枚上手だ。ピエールくんを抜き去った。真っ向から俺に挑んでくる。今度は
絶対に抜けるという自信があるのか、それともただのバカなのか。バカはバカでも俺はサッカーバカだ。もう一度勝負、今度こそ抜くぞピエール。抜いた、いいな。しなやかな獣対大空を自由に舞う鳥の対決、今度は翼くんが勝った。ロベルトに教わったこのドリブル、そのロベルトの忘れ形見、俺のドライブシュートだ。ロベルトに続か一気にシュートに行った。これは得意のロングシュート。とおう、見事だ。俺の教えた南米式スタイルのドライブシュート、完璧だ。フランスのキックオフ、よし。マルセル君、一旦後ろに戻します。翼君、ボールを奪った。あとはまず任せろ。これがネオタイガーショットだ。キックオフ、マルセル君、よし、はい、翼君、よし、ボールを奪った。ここはパスを出した。とそれ、ネオタイガーショット。キックオフ、マルセル君、ブラボー君、よし、ヒューガ君、よし、ボールを奪った。タイガーショットだ。
ルセル君、ネオタイガーショット、キックオフ、マルセル君、翼君、ボールを奪った、パスを回す、よし、ヒューガ君、よし、ドリブルで運びます、通るか、キックオフ、マルセル君、ここはパスを出した、キックオフ、おっと、ここで前半終了の笛です。前半、全日本リードで折り返します。